さあ、本日もやりましょう。ミスターブシとの戦国マシ。本日は日本史歴史解説鎌倉幕府の滅亡編前半でございます。さあ、鎌倉幕府のね滅亡について話していきたいと思います。今ねまさに鎌倉殿の十三人というね大河ドラマで、いやちょっとね鎌倉幕府のこのね今まであんまり興味なかったけどすげえ面白かったなとね思った方多いと思いますね。でそのね鎌倉殿の十三人でも描かれましたが、鎌倉幕府っていうのは一筋縄でいかなかったわけですよね。いろんな人たちの 血が流れて涙が流れて、ね、苦労の末に北条泰時がね成敗式目を作って表情集団を作ってなんとかまとめ上げた、まあ、そんな機構だったわけでございますけどもその鎌倉幕府がですね、まあ、滅亡したということは、ね、歴史の授業でね習ったから知ってるよという方も多いと思いますけども、まあ、具体的になんで滅亡してしまったのか、ね、ここを紐解いていくと非常に面白いと思います。 ね、あれだけ北条義時北条安時ねいろんな人たちが苦労しました苦労して作りましたその鎌倉幕府がなぜ滅びてしまったのか、ね、ここをね見ていくのは、ね、非常に面白いと思いますそれでは行きましょう鎌倉幕府の滅亡今回長くなりますので前半後半に分けていきますけどね非常に面白いですしえ勉強にもなりますんで是非皆さん最後までね見ていってくださいさあ行きましょうさあ鎌倉幕府の滅亡のお話でございますさあまずですね鎌倉幕府100年近く続いたわけですね すすごいですよその間のねいろんなことありましたよね原稿があったりとかねたくさん大変なこともありましたけど100年続いてるんですよすごいですねまあ江戸幕府がね200年ぐらい続いてすげえすげえってやっぱ言われちゃってますけど鎌倉幕府もやっぱ100年続いてるのは結構すごいことなんですよでもなんで幕府が滅びてしまったのか、まあ、それはやっぱりですね幕府の力が衰えたからなんですけどもこの衰えた原因っていうのはねまあ単純にその幕府がね腐敗していって長年ね えー、同じ政治がこう続いていくとそれが腐敗していってしまって、まあ、ダメになったなんてよく言われますけども単純に幕府が腐敗していったっていうだけではないんですよね幕府の中身が。まあ、もちろんダメになっていた部分もあるとは思いますただ結構ね外的要因があってこれはねいくら鎌倉幕府の官僚たちが優秀でも防げなかったんじゃないかなっていうような、まあ、不運なねこう社会情勢だったりとか、まあ、いろんなものがあったりするんですね。 まず今回はですね最初に幕府を消耗させた原因について解説してで後半でその、ね、実際に後醍醐天皇そして足利尊氏新田義貞彼らが鎌倉幕府をどう実際に滅ぼしたのかっていう話をしていきますんでまずは鎌倉幕府を消耗させた原因いろいろあるんですけどもまずは悪党の存在ですね。 悪党ね、これはね、聞いたこともあるよとかね、いるかもしれませんけども。まあ、すごい今回ざっくり話して、話させていただきますが。まあ、悪党、ね、まあ、の名の通り、反社会勢力でございます。反社会勢力ですね。うん。まあ、今で言ったら、ね、それこそね、ヤクザとかね、ヤンキーみたいな、まあ、そういうイメージもあるかもしれませんけども。まあ、ちょっとこのあたりはね、結構難しいんですけどね。まあ、一口にヤクザみたいな人たちっていうふうに、 まあ片付けられない部分はありますただその鎌倉幕府そして朝廷っていうねえものがある中でそういう権力に対して、まあ、反抗的な態度をとっていたえ反権力なので反社会勢力っていうことはまあ間違いないですね、まあ、その本質はいろいろありますし、まあ、人によってね全然その内側違うものがあると思いますからひくくりには言えないんですが、まあ、とりあえず幕府とか朝廷の言うことを聞かない反社会勢力だよということは言わせておいてください、はい、そんな悪党と呼ばれる人たちが台頭してきちゃったんですね、まあ、これ何がまずかったのか これまず悪党っていう人たちは、まあ、具体的に、えー、反社会勢力っていうわけですから、まあ、言うこと聞かないんですねその上のね、えー、政府の言うこと聞かないわけです。で年貢納めませんとかねそれはもちろんねあの共作になってね稲作がうまくできなくて米がたくさん取れなかったから年貢納めたら俺ら食いぶちなくなっちゃうんだよとか、まあ、そういう理由はねきっとあったでしょうけどもまあとにかく決められている年貢納めませんね要は税金納めませんみたいなねうち貧乏だからそんな金払う余裕ねえよみたいなね。 でそれで武力行使に出るみたいなねふざけんじゃねえみたいなで借金めちゃめちゃしちゃってでその、えーね、氷菓子って呼ばれるぐらいすごくその金利が高いわけですよね金利がめちゃめちゃ高いからあの金利が8割とかだったような気がしますね今だったらさ問1とかでも怖いじゃないですか10日でね、えー、10%金利がつきますよとか言われたらね闇金だとかね怖いよって今言いますけどね8割ですからねだからもうちょっとほっといたらすぐ借金が倍とか。 何倍にも膨れがっていっちゃうわけですからめちゃめちゃ金利が高くて、まあ、金貸す側がめっちゃ有利みたいな状況でもあったのでふざけんじゃねえそんな金返せるかいってねで暴動が起きたりとかしてたわけですよでそんな暴動が起きてしまったらその地域を支配しているとかね地域の権利を持っている本来なら年貢とかをもらわなきゃいけない貴族だって困るわけですよね年貢納,納めてくれないしかもなんかそのね借金取りとね借金した側がね紛争を起こしてみたいなやばいやばいってでも貴族たちは。 武力をね直接の武力は持ってませんからこの時代もうすでにね上級のライン以降は力は持ってませんから、えー、とりあえず貴族は朝廷に申請するわけですね自分たちはもうどうしようもなんないから朝廷に言いに行くわけです今私のね、えー、この管轄している所領で悪党たちが暴れ回ってます何とかしてくださいで朝廷に言いに行くわけですで当然、えー、朝廷もそんな武力は持ってませんから朝廷は鎌倉幕府を頼るわけですね、まあ、武士の集団ですから 鎌倉幕府に言うわけです今ねどこどこも誰々さんがね、えー、領地でその悪党たちが暴れ回ってて困ってるから何とかしてくれっていうふうに幕府に言いに行くわけです。で幕府はそれを受領して現地の武士たちにじゃあ今ここで、えー、その悪党たちが暴れてるから君たち何とかしてきなさいって言って現地にいる地頭、まあ、だったりとかね、まあ、守護のね御家人たちに行ってきなさいっていうことを言うわけですね。でその悪党たちの暴動を、えー、武士たちが鎮圧するっていうことがあったわけなんですがこれがですね、まあ、ちゃんと武士たちが鎮圧してくれたらよかったんですけど全然これ解決しないんですよね。 解決しなかったんでですすよよこれが面白いですよねちゃんとこう武士たちがねこう鎧武者のね武士たちが牙に乗ってね、えー、武士引き連れてきたねそんなチンピラみたいなわけわかんないね,ね反社会勢力の悪党なんかやっつけれそうじゃないですか簡単にはいかないんですよ。それはなぜかこれもねすごいね理由がいろいろあるわけですね。はい、まず、えー、その現地の武士たちにとってはですねその悪党たちの暴動を収めたからといって特別になんかこうボーナスとかが出るわけじゃないんですよね。だって悪党って別に財産とか持ってるわけじゃないですからね。 だから悪党を滅ぼしてその悪党が持ってた財産を分けてもらえるとかいうことはないわけですからこの悪党を鎮圧しに行くっていうことは利益の生まれる仕事ではないわけですよね。で単純なその仕事っていうだけじゃなくてこれ命がけですから武装してね悪党だって武器持ってるわけですから殺し合いになったら死ぬ可能性あるわけですよ。お前もしかしたら死ぬかもしれないけどとりあえず行ってこいって言われてで別にそれうまくいってもボーナスとか出ないからねって言われたらちょっとやる気なくしますよね。死ぬかもしれないっていうやっぱ危険な仕事に行くんだったらその分手当てつけてもらわなきゃ。 いけませんよねでも別にこの悪党鎮圧は利益を生む仕事ではないから何も報酬はないわけですよ。ふ普段やってる仕事の延長線上でやれって言われるわけですね。でも命がけっていうねそんなん武士としてはやってらんないですよねやってられねえよっていう話なんですよ。で悪党にとっても当然そんなガチの鎧武者来てね牙に乗ってうわーなんて来たら怖いわけですよね殺されちゃったらたまったもんじゃないと、うん、だから武士もそんなガチで戦いたくないし悪党もできれば戦いたくないんですよ。 でこの戦いたくない者同士がぶつかった結果どうなるかっていうとそこはねもう暗黙の了解でえじゃあとりあえずね今回はもう詐欺やめましょうねって分かりましたじゃあ我々ももう暴れないんであじゃあ帰ってもらってですねはいわかりましたじゃあこのあとねしばらく何もしないでくださいねはい私たちもね言われてきたんでって感じになって悪党も武士もですねなんかこうなあなあな感じで終わらせちゃうってことになるわけですね。こうなるると悪党たちははは一一時時的的にに収収まままりすすよよねんで でもまたちょっとしたら暴れ出すんですよ。だって誰も死人出てないし。で、どうせまた武士がやってきても、まあちょっとね、あ、じゃあこれぐらいでって言って、もう振りだけ見せればいいんですよね。こうモーションだけ見せて、オラーってモーションだけ見せて、で、とりあえず解散ってやっとけばね、どっちも被害を受けないわけですから、まあ、こういうね、もう情けないことになっちゃうわけですね。これでどんどん悪党が増長していくってことになったわけですよ。で、当然捕まらないからどんどん増長していって悪党は強くなっていきます。そんな悪党って呼ばれる人たちの中から、 で後にね後醍醐天皇にね忠義を尽くした、えー、楠の木正成みたいなめっちゃ強い武将とかも出てきちゃうんですよね。うん、でしかもこいつらはその騎馬武者たちと違いますからねもうゲリラ戦法ですからもうそんなの関係ねえぜってねその礼儀作法とか知らねえぜって感じですから好き放題もうすごい縦横無尽に暴れ、ま、回りまくりますから強いんですよね、うん。だからこの悪党が増長していって、まあ、後にね後醍醐天皇の力になるような楠の木正成みたいな人間も出てきてしまうということになるわけでございます。いやーこのね悪党がね台頭してくるっていうのは本当にね 嫌な話ですね現代でもねいろいろね言われてますけどやっぱりその犯罪者もねものすごいやっぱ凶悪犯罪を犯す前に結構前科あったりするんですよねなんか僕もちょっとあの平成以降のね凶悪犯罪とかちょっと興味あって調べたことあるんですけどやっぱりねなんか前科あるんですよ強盗何回もやってたとかね女性を何回も襲ったことあったみたいなねで釈放されてたやつが結局ねあのすごい何人も殺しちゃいましたみたいなねで捕まったっていうケースが結構多くて結局やっぱね 何かか問題を起こしてからじゃなないとダメなんですよだから幕府も本当にやべえ集団やべえ山賊集団とかね海賊集団とかみたいになって貴族殺しちゃいますみたいなね貴族殺してもう城乗っ取ったりますみたいなそんぐらいのやべえことするやつらは、まあ、反乱反乱者としてね討伐に行くんですけどちょっとした紛争ではねちょっと物盗みましたとかねちょっとその、ね、金貸しの、ね、家のね玄関ぶっ壊しましたとかねその程度では厳しい取り締まりできないんですよ。ええー、本当にね難しいですね。 難しいね本当にね罪と罰っていうのはねあこれはもう永遠の課題かもしれませんけどね人類史におけるまあそんなことを思いましたがまあそういうことがあったわけですね悪党ね面白いですねはいでそれからですね悪党以外にもいろいろとね問題のねある人がいましたねはいそれが円略寺でございますはいこれはねもう円楽寺さんはねもう歴史上何回もできますね本当にねすごいですまあねお坊さんたちね中世のお坊さんたちは強いですね この円暦寺がですね、まあ、めちゃめちゃ強く力を持ってしまったということもありました。もう幕府に制御できないぐらい強くなるんですよ。はい。まあそれがですね、えー、この円暦寺と仁那寺っていうお寺の闘争にあったんですが、まあこれも結構面白いんですよね。<laughs> 面白いってね、本当に当事者の人たちからさ勘弁してくれって話だと思いますけども、えー、面白いんですよ。この円暦寺と仁那寺がなんで争ったのかっていうと、仁、ね、那寺ね、あのー、 戦国話での京都ツアーやりままししたたけどその時に行きましたね忍寺ねすごい綺麗でしたけどね。にんなじと延暦寺何で争ったのかっていうと合田上皇ってね上皇様がいましたと。でこの、えー、上皇様が出家してでこう仏門に入るわけですね。で法皇になるわけですよ。まあ、後白河法皇とかも言いましたけどね上皇様が法皇になるってことはよくあることなんですがこの合田、えー、上皇が合田法皇になった時にこんなのお寺ののお寺の 禅、えー女,ねえー、女さんっていう人がそのゴウ田上皇のお師匠様みたいになっていろいろ教えてあげてで法王になりましたっていうことがあったわけですね。でその時に禅女さんが私はねこの上皇様にねいろいろと教えてあげてい、ね、ろんなこう、えー、仏教のことを伝授して、えー、法王様にしましたよとね。ねこんだけ私頑張ったんですからあの大志望をくださいって、ね、いうことを朝廷に対して言い始めたんです。 大志号っていうのはあの空海とかがね弘法大志っていう名前で有名ですよね弘法筆の誤りのね弘法大志ですよ弘法、ね、大志っていうのは有名ですけどめちゃめちゃ名誉な称号なんですよねでも私はねその上皇様を法王にするっていうことをやってんだから大志号もらってもいいだろうってことをね言い出しちゃったわけです、はい、でこれに延暦寺が怒ったわけですね延暦寺としてはねその天台宗の、ね、総本山ですからねそんな簡単にお前大志号もらえるわけねえだろうってね何調子こいなこと言っとんじゃいとでも朝廷はオッケーって言っちゃったんですよ いいよってねえー。全さん、大志望のってください。いいですよ。って言っちゃったんです。これ延暦寺ブチギレですよ。ふざけんじゃねえと大志望っていうのはそんな簡単に与えていいもんじゃね。えんだよと。とふざけんな。お前っつってで、ここでバチバチのバトルになるわけですね。はい。 で、えー、当然ね朝廷がその大志望オッケーっていうこと言っちゃったわけですから延暦寺としては朝廷に文句言いにくるわけですね京に乗り込んできて俺ら朝廷ふざけけんなっって言って言くるわけですすよよ朝廷ビビりますよねでも、えー、朝廷は武力とか何も持ってないからそんな、ね、総兵ってもあれ武器持ってますからね渚だとか持っちゃってね怖えですからね何もできないのでやばいっつって、ね「六原短大助けて」っつって六原短大呼ぶわけですよ。 はい、六原短大っていうのは、鎌倉幕府の、京都にね、派遣されてる、まあ、ミニ幕府みたいなね、もんですかね。はい、六原短大っていうのがいるんですけど、まあ、京都でね、何かあった時に、まあ、それを警護する武力なわけですよね。朝廷は遠略寺が攻めてきてるから、六原短大助けてって言って、六原短大呼ぶんですけど、これ六原短大、負けちゃうんですよね。遠略寺に負けちゃうんですよ。ええー、っつ、いや、だって鎌倉幕府でしょ。武士でしょっ,つってね。百年経って弱くなったんですかって話なんですけど、まあ、それまでにも原稿とかありますから、武士だって強いんですよ。でも、それ以上に遠略寺が。 強かったんですよねあなんでそんな強かったのかっていうと、まあ、まずそもそも、えー、六原短大はそこまでで、えー、武力をたくさんん持っってるる兵士とかいっぱいいいぱわけじゃないんですよねあくまで、えー、警護ですから今日の警護をする、ね、何かそういう問題が起きた時に、まあ、朝廷とかね守ってあげますよと、えー、そういうことですから、まあ、どっかを制圧しに行くような軍事力を有してるわけじゃないですあくまで自衛というかね防衛のための、えー、兵力なんでそんなその遠略のの、ね、山に攻め込んでって滅ぼすぞみたいなことはできない。 のでそもそもも戦力が弱いんですよもちろんねその鎌倉幕府の方に「あのもう円暦寺やばいから遠暦寺討伐させてくださいって、ね」とね軍勢を呼べばね当然その円暦寺を滅ぼすぐらいの全国的に見ればありますけどその瞬間この円暦寺がうわーって来た時には最低限の、ね、防衛ができるぐらいの兵力しかないんでガチの遠暦寺の総兵たちが攻めてきたら、まあ、とてもかなわないっていうところもありました。ししかも遠慮寺っていうのはそのは神様の、ね、力を背景にして えその大義名分みたいなのをね持ってくるわけですよねあの神余というのがありますあのおみこしですね、まあ、みこしと書いて神余ですけどおみこしがあるんですよこれ大河ドラマのね平野清盛を見ていた方はねイメージしやすいかなと思うんですけども遠略寺のお坊さんたちねみこしかいでやってくるんですよおらーつって祭りじゃないですよあの戦というかねあのいろいろ訴えを通すためにこうみこしかついでくるんですよわっしょいわっしょいつってって 楽しいねもっと楽しい見越しがいいですよね普通にね夏祭りやってるような見越しだったらいいんだけどこの神よっていうのはですね恐ろしいんですね、まあ、まさにその、えー、もう神のね神のパワーの化身みたいなもんですからこの神よに弓を引く、まあ、神よにね攻撃とかをしてしまうとそれは神への反逆というふうに見なされてものすげえ天罰下るよっていうことがあったわけですねそういうい、まあ、常識が当時あったわけです、まあ、今のね。 我々からしても、そんなもし、おみこしになんかね、物バーンってぶつけたりとかしたら、なんて罰当たりなやつだって言われそうですけども、その罰当たりのレベルが違うわけですね。もし、神誉に攻撃なんかしたら、マジで最悪の、もう体中から血吹き出して死ぬみたいなで、地獄に落ちるみたいな、もうそれぐらいやべえことになるっていう認識があったので、神誉を担いでこられると簡単に攻撃できないんですよね。うん。まあ、それでも平の清盛はね、神誉に向かいバーンって弓放ったから、まあすげえってなったわけですけども、そんな簡単にやっぱ神を攻撃できないわけですよ。そういう神のね、 えー、お力みたいなね、もうすごいもう神の意を借りて訴えに来るわけですから、そんな簡単にも攻撃できないし、えー、そもそも六クハルタはそんなに戦力もないから、まあ圧倒されちゃうんですよね。で結局このニンナジの禅女さんがその大志望をもらうっていう話は、えー、全部なくなってしまいました。だから円略寺が勝ったわけですね。干渉してもう全部その話をなしにして円略寺の要求を飲まなきゃいけなくなってしまったということになったわけです。はい。もはや鎌倉幕府でさえですね、えー、もうそう簡単には え、延暦寺のね。こう僧兵っていうのを抑えることもできないというような状,状態になっていました。まあ、元々やっぱ強いですね。延暦寺はね。だからこそ信長とかもね。焼き討ちじゃーとかってね。まあ、無理してね。滅ぼしに行ったっていうところがあるとは思うんですけど、まあ、厄介な存在なんですよね。うんまあ、やっぱ強いですね。こうね、えー、信仰の力というのはね。はいで、そんな風にですね。もう、えー、悪党もやべしえし、ー、え、延暦寺もやべえですね。まあ、人の脅威もあるわけですけども、人だけじゃないんですよね。 えー、環境というかね、まあ、気候にも当時ですね苦しめられてたみたいです、はい、この頃になってくるとですね、えー、地球がですねなんか小氷期って言ってね、まあ、ちょっとちっちゃいミニ氷河期みたいなだいぶ寒くなってたらしいんですよ、まあ、僕はちょっとねこの辺りもね詳しくないんですけどもどうやらね寒冷化してたらしいんですよねで、えー、ものすごい凶作になってたみたいですなかなかお米とかが育たないよっていうね作物が育たないよというような状況になってたらしいんですね、はい、でこっからあの明治時代ぐらいまでしばらく地球って寒かったらしいですね あー全然知らななかっったですけどねそうなんだって、まあ、私も普段こうやって着物着てるから思いますけど夏やっぱめっちゃ暑いんですよこんな格好でよくね昔のね日本の人たちは生活してたな,ーなんて思いましたけど、まあ、今やっぱあったかいわけですね、まあ、地球温暖化とかそういうのもあるとは思いますけども、まあ、当時のね昔の中世に比べたら全然あったかいんでしょうね今はねだから豊かっていうのもあると思いますけど、まあ、とにかくこの時ですね寒冷、えー、寒冷化してしまってとにかく寒くなるとでやっぱ寒くなって一番被害を受けるのは、まあ、東北ですよね東北の方は あまだまだ西はいいですよね、うん、九州とかやっぱ暖かいですからねまだまだマシなんですけどやっぱ北へ行けば行くほど寒くなってきますからもう東北とかはもうほとんどそのね畑でね作物を育てない米が取れないといかなり大変なことになったみたいですねで幕府はその欧州征伐をね頼朝がやった時はずっとその東北に、えー、広大なね、えー、支配権を持っていましたから幕府としてもその東北の方で米取れないとかなってくると困っちゃうわけですねでしかも その欧州にいる人たちっていうのが反乱を起こし出すわけですよね。まあ悪党と同じようなもんですよね。めちゃめちゃその協作で寒くてね米取れないとかなってんのに年号納めるってどういうことやねんってね。収められるもんがないんじゃこっちはってね。このまま飢えて死ぬぐらいだったらお前らの人は復活してやるぜってうわって反乱とかも起きちゃうわけですね。欧州騒乱では起きたんですよ。で幕府としてはそれまでね、えー、その収大事なね収入源としてねあった欧州の えそそのの収入をまあ強とととね反乱によっっってて失しまうといういことがあったわけです、ね、だからもしね鎌倉をわって攻められてもよしちょっと欧州の方に逃げろみたいなね実際に江戸幕府がね滅びた時って「あの王・羽越列藩同盟」って言ってねで北の方に逃げるってで最後函館まで行って戦がってたじゃないですか。でああいうこともできたかもしれないんですけどもうそんなことする余裕もないわけですよ逃げる余裕もないわけですよもう欧州には何も資源がないからもう無理って後ろ盾もないですみたいなえ状態。 だったみたみいです、ね、あだからそういう、まあ、気候によってちょっと幕府の収入自体も落ちちゃってます幕府が消耗してますよということがあったわけですね人だけじゃなくて、えー、気候の原因もあったでさらにさらにですねもう本当に勘弁してよもういいよって思うんですけどまだね問題あったんですねそれが原稿原稿による財政の圧迫ですあれ原稿ってね北条時宗がねやっつけて神風が吹いてねで御家人たちが頑張ってねやっつけてモンゴルに勝ったじゃないかっつってねなんでそれで財政圧迫されてんだよって話なんですが これですね、現行でそのモンゴルの、ね、人たちを追い返しましたけど結局追い返しただけで敵の領地奪ったとかそういうことないわけですよね。だからこれも、まあ、悪党鎮圧の時の話もありましたけど、まあ、敵を倒しても収入が増えたっていうわけではないんですよね。だからまあ国人たちにとってはね頑張ったけどそんな褒美ないんかいっていう不満もありますしさらにこの後元の国と日本って結局和平しなかったんですよね。まあ、その後 ね、元は、ね、滅んでいきますけど和平を結ばなかったということですなわち防備を固めるる必要はずっっとあったわけでですよ完全にその元が滅びるまではだってまたいつ攻めてくるか分かんないからじゃあちゃんとね、えー、軍備をしなきゃっていうことでこれが財政圧迫につながったみたみいです実際に攻めてくることはなかったけどその準備にやっぱお金かかりますからね。 うんね、今だってね日本だってその北朝鮮がバン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 ミサイル撃ってきてるけどもし、ね、日本にバーってぶち込まれたらやばいからそのためにいっぱいね軍備をしようってね自衛隊頑張れやつで、ね、うわーってそこにお金使ってるわけじゃない防衛費ってもの。もう北朝鮮がいなかっったらもううちょとと防衛費下がるとは思うんですよね、うん、でもいつ襲ってくるか分かんない脅威っていうのが海外にもあったからそこの備えとしてお金使わなきゃいけないっていうので財政を圧迫してたみたいです。はい 勘弁しててよよって感じですよねね本当に、ね、ただでさえももう国内大変なことになってるのに外からも責められるかもしれないっていうねあ、まあ、むしろこんな厳しい状況でねその、まあ、日本自体がね侵略されなかったのはやっぱすごいなとは思いますけどね、まあ、とにかくかなり苦しい状況が幕府にとって続いていたそれだけこんないろんな原因があったわけですね悪党だったりね延暦寺だったりそれから寒冷化による凶作だったり現行による財政圧迫だったりとかねいろいろありましたといやー大変ですね。 もう勘弁してしほいよと俺がねもし鎌倉幕府の官僚だったらもう今すぐ辞めて隠居したいくらいですよこんな問題多かったら嫌だな嫌だなって思いますけどここにさらにのしかかってくる問題がしかも大きな大ききなな問題が2つありましたそれが朝廷の皇位継承問題と、えー、幕府の執権の継承問題ですね。後継ぎ問題っていうのはもうずっと歴史の中でね繰り返されますけどもこの後継ぎ問題が非常に重かった。 これが重かったら故に消耗していた幕府が潰れることになってしまったですねはいじゃあちょっと後半ではえこの後位継承問題と法上の執権継承問題について詳しく話していきますさあ鎌倉幕府がさまざまな原因で消耗している中めちゃめちゃ重たい問題が起きますはいまず後位継承問題ですね次の天皇をどうするかっていうことでこの頃揉めていましたはいまずですねえ天皇のねえこれ摂政関白の解説動画もね 出したのでそれもね見ていただけるとねスムーズに話入ってくるとは思うんですけども、まあ、とりあえず天皇の後継ぎっていうのは直径から出していこうねというような話になってましたよね天皇の、えー、王子様ねそれの人がまた天皇になったらその人の王子様っていうのが、えー、次々と天皇になっていくよっていう話だったんだけどもまあいろいろありましてまあいろいろありましてこの時のですね、えー、この朝廷というのはですね大覚寺塔というのと寺明院塔っていう2つの、えー、天皇のこうね流派いう に分かれちゃっってるとということがあったんですねですごい揉めた上で、えー、鎌倉幕府は最終的にねああじゃあもう何とかしますよっていうことになって、えー、時宗ですね現行の時のね北条時宗がこの話をまとめてじゃあもうここが争わないようにねこの2つの流派が争わないように順番子こで。 10年おきぐらいに順番子で、えーね、出していきましょうね天皇大学児代から天皇が出たら次の天皇は、えー、寿命院皇から出します、えー、寿命院皇から天皇が出たら次の、えー、天皇は大学時代からですっていうね順番子でやっていこうということでこの争いを何とかまとめたということがあったわけです。はい、じゃあね今後もそのように順番子順番子でやってけばいいじゃんっていう話なんですがそこで異、えー、を唱えた人物がいました。それが 後醍醐天皇ですね。はい、まさに鎌倉幕府を倒伐した張本人です。まあ、この後醍醐天皇は本当にすごいですね。うん、もうほんとね。天皇のね。歴史上の中でもまあ、かなりすごい人物だなと思いますけどね。はい、この後、醍醐天皇が待ったをかけたわけですねどういうことがあったのか、これもなかなか面白いんですけども、この後醍醐天皇はですね。もともと大覚寺島にえ連なるえものでした。はい、しかしですねえ。元々は。 五二条天皇の弟で、天皇の時代に就く予定が全くなかった人なんですね。まあ出家したりとかしてね、発信能になったりとかね、知った可能性があるような。えー、とか直系じゃなかったんですね。弟だったんですよ。継ぐ予定なかったんですが、この五二条天皇が若くしてですね、亡くなってしまったんですね。予定よりも早く亡くなってしまった。 でこの五二条天皇の子供にえ国吉親王っていうのがいて本当だったら五二条天皇の次の大学寺党の中での話ですけどもえ五二条天皇の順番で言うと次の次の天皇ってことですねだから大学寺党から一回寿命院頭に行ってまたこっち戻ってくるわけですね。そ戻ってきた時の天皇は五二条天皇の王子の国吉親王になるっていう話だったんだけど早くし死に過ぎてしまってこの国吉親王がまだまだね幼い、えー、9歳とかねそんぐらいの子供だからじゃあ えー、俺が次のね、えー、中継ぎで、えー、やるわっていう話で五二条天皇の弟なんだけど中継ぎとして後醍醐天皇がやるって言い出したんですね。もうこれまでさんざんそれで揉めてんだからさそんなことさせんないよともう押さなくてもね、えー、この国吉親王を後継ぎにしときなさいよって思うんですけどもやっぱもうこの時ね多分摂関家の力がすごい弱まっちゃってたんだろうね摂政関白がまだまだ強かったらねじゃあ、えー、国吉親王ねまだ押さないけど。 摂政、えー、がつくから大丈夫ですよってなったと思うんですけど多分摂関係の力が弱まってたっていうのもあるんでしょうね国吉親王幼い国吉親王ではなくて弟の俺がやるぜっつって後代後は出てきちゃったわけですでここまでだったらまだよかったかもしれない、ね、中継ぎですからじゃあその後ね国吉親王にね、えー、じゃああと継がせてねやればいいじゃんって話なんですけどここで後代後はそれもまたごねるわけですねいやせっかく天皇になれたんだし自分の子供に継がせたいと思うわけですね。え国吉親王は自分のの兄ちゃん子子供ででですすから老いっ子なわけですよねで 後醍醐さんはもうあの中継ぎですから一代限りなわけですよ自分の子供には継げなかったはずなんですけど継がせたいと思うわけですよねまあそりゃねそうなのかもしれませんけどねあでもさあもうルール決めたんだから破るのやめようよと思うんだけどいや子供に継がせたいと後醍醐天皇にはえ高吉親王という王子がいましたそっちにあと継がせたいなということを言い出したわけですねはいでそんな中で「成虫の変」というね「えー、政変」が起きてしまいます まあ、政変と言ってもね、大きな動きがあったわけではないんですが、まあ、ざっくり説明しますと、えこの時ですねえ、陰性というかね、陰に入っていた、えゴウダインえ、ゴウダ法王ですね。先ほどその延暦寺のね、ニン寺の話で出てきましたけど、ゴウダ法王が崩御しちゃうんですね。で、えゴダイゴはですね、申請を敷くわけですね。このタイミングで申請を敷こうとするんです。私が全部決めちゃいますよ、ということをね、やろうとしたわけです。でもこれをやられるとですね、ゴダイゴは当然自分の息子の高吉にね継がせるぜってことをやり出すわけですから、そうなると、大学児党の人も、 寿命の人も困るわけですよねえちょっと待って話が違うじゃないかとね順番こ順番こでやっていくって話だったのにっていうことなのに後醍醐がもうずっと自分の子供に使わせていくれなんてことをやっちゃったら話がもう全部めちゃくちゃになっちゃいますのでこの時の朝廷っていうのは大覚寺党の人えー、寿命自院党の人たちでその大覚寺の中でもそのね中継ぎで入ったはずなんだけどずっと俺の代に天皇をやらしていきたいって言って後醍醐っていうこの3つの勢力がこう争うというかね、えー、争うような状態になっていたんですね。 で、えー、このめちゃくちゃな状態をなんとかするために頼ったのは幕府なんですよね。その大学時と寿命院と順番校っていうのを決めたのも幕府でしたけども、まあ、これは幕府が俺にやらせろって言ってね、来たわけじゃなくて、もう朝廷の中ではどうしようもないから、まあ、第三者機関的な感じでね、幕府に決めてもらおうとね、武力を持っている幕府の人たちに決めてもらおうということで、えー、幕府を頼ったわけです。後醍醐はね、自分の息子にずっと使わせていくぜみたいなことやってんの。 こうやばいからってことで、えー、他のね。朝廷の人たちがちょっと後醍醐やばいから幕府なんとかしてっつてね。で、えー、ね。鎌倉幕府が出てきてこれを収めるということをやりました。はい、まあ、本来ならね。こう後醍醐天皇がもうめちゃくちゃ言ってるわけですから、ルール破っちゃってるわけですから。後醍醐天皇を退位させてね。どっか島流しにするぐらいのねことをやっちゃってもいいんじゃね。えかなと思うんだけど、やっぱ朝廷の人たちちょっとね。優しいというかね。甘いんですよね。そこまではしなくていいよって、ね。 せっかく鎌倉幕府が来てきてくれて、ね、この五大悟を失脚させるチャンスだったんだけど、いや、そこまではしなくていいから、とりあえず、このね、五大悟さんの近親ねそばにいる近親たちを罰して、で、ちょっとね、あの、お給を据えると。お給を据えるぐらいで許してあげてくださいね、言ったみたいですね。もう、自明院党からしたらさ、もう大覚寺党で失脚されるチャンスだから、よし、幕府やっちまえっ,つってね、五大悟潰せっていうぐらいやってもいいと思うんだけど、そこまでやんないんだよね。 それやっとけばねいいんじゃねえかと思うんだけど甘い甘いというかね優しいというかねそこまではしなくていいです。ちょっとお灸捨てるだけでいいんで。っていうことをやったので、えー、後醍醐天皇自身は失脚することなく、まあ、後醍醐の近親たちが罰せられてしまうというところで、まあ、この成虫の変は収まりました。ただね、えー、この状況を見ていくと幕府はその、えー、寿命院等とかね、えー、後鳥羽以外の大学長の人たちの話を受けてここに介入してきてましたから当然、えー、後醍醐支持ではないわけですね。 はい、だから大覚寺党の人たちも本来ならそのえ国吉親王五二条天皇の王子の国吉親王に継がせたいよって言ってる大覚寺党の本流はそういうふうに言ってるで自明院党の人たちもいや後醍醐さんダメだよってルール破るのダメだよってねえちゃんとあの国吉親王にね移してくださいよ、ね、その天皇の座をっていうふうに言ってるから自明院党も反。え で、えー、鎌倉幕府も当然その大学時と寿命院等の言ってることが正しいから後醍醐さんダメですよって言って、まあ、罰を与えましたっていう状況なので後醍醐は今は神聖を敷いてるけど誰も支持してくれていないっていうかなり孤独な天皇だったんですねかかだけけどど、まあ、ら出たサビなのかもしれませんけどねでも俺は何としても自分の王子自分の子供にね天皇座を継がせたいってでそのためにはやっぱりですね自分の味方を作らなきゃいけないわけですよ敵だらけと。 でその敵の中でも一番厄介ななのはやっぱり幕府なんですよね最終的にこう、ねえー、大学時代も自民とも幕府を頼ったわけですから朝廷でね物事が決まらないっていう時には最終的には幕府の力を、えー、頼らざるを得ないという中で幕府がいると厄介なわけですね。自分を支持してくれたらいいんですよ。幕府がね「えー、いや後醍醐天皇さんにずっとやらせてはいいないですか」なんてことを言ってくれたらいいんだけど、まあ、そんなね あのルールに戻るというか今まで決めてきたことを全部ひっくり返すようなことはさすがに幕府もやってくれないからもう幕府倒すしかないという風うになってくるわけですね味方してくれないんだったらもう潰すしかない一番危険な存在ですからね鎌倉幕府っていう武力を持っている奴らがね、はい、でこういったこの皇位継承問題の中で、えー、後醍醐天皇は倒幕っていうのを考えていく,くわけですね俺の味方してくれないんだったら一番危険な幕府を潰さなきゃいけないと言って、えー、倒幕しようという気持ちがふつふつと湧いてくるというところになります さあ鎌倉幕府もねねね困ったもんでです後、ね、天皇本当に、ね、でその後醍醐天皇がね皇位継承問題だわー言ってる中でですね幕府は幕府でもう内部が大変だったんですよ。もう勘弁してくれよと <laughs> 悪党だとかね遠慮寺だとかねうわー寒いよってね全然米が育たないとかねあモンゴルが攻めてくるかもしれないから警備固めてとかでめちゃめちゃ大変な中で、えー、朝廷のね天皇の後継どうするのって何とかしてくれよとか言われてもう大変なんだよ幕府はと。 なんとですね14代執権北条高時さんが病弱をゆえに出家してしまいます。はいまだまだね若いで子供をねまだ幼いように。出家しちゃうんですね。まあ隆時は相当ねあ病弱だったらしいんですよ。もう全然仕事できませんと。まあねこんな今大変ですからも悪党延暦ね慣例化いろいろあってこんな大変の中でさすがにこの高時さん病弱の高時さんにはね荷が重すぎるっていうことで高時じいももう無理ですっていうところで、まあ、出家するということがあったわけです。でで後継どううするのかっていうところでまだね。 執権の後継争いまあもう鎌倉幕府のお箱だなという感じはしますけども執権後継ぎ争いが起きるわけでございます、はい、この時のですね、えー、高時の子供には国時というのね北条国時という子供がいましたただまだまだ幼かったですねまだまだ子供だったんでとても執権をつけるような状態ではなかったです、はい、でもう一人対抗馬としてこの高時の異母弟の北条安家っていう人がいましたで、えー、じゃあこのね高時の後継ぎどうするのなった時に、まあ、でも 高時としてはちゃんと自分の子供に継がせたいからいや次の執権は国時にしてほしいというふうに高時はね自分で出家し,しておきながらですけども、まあ、俺はもう無理だけどでもははせめててて国時時ににしてしほいいいいという,ふうに高時は言ったたみたいです、まあ、一方ですね「イボ暴塔の安い家」の方は、まあ、年齢も十分ですから「いや俺がやった方がいいんじゃないの?」ってなりますしこの両者のね候補を、まあ、バックアップしていた存在がねそれぞれいるんですが。 安家の方は一一族族でですすね、はい、あの有名な足立一族です、まあ、ちょっと下月騒動っていうのがあってちょっと一回ね滅んじゃうんですけど、まあ、そこからいろいろんだかんだって復権をね果たしてきたまあもう幕府がねできた頃からのもう重心ですよね、うん、足達一族っていうのがいて安達一族は安家を、えー、プッシュしていたんですななぜ達な氏の,の,、えーえー、の人間だからですね、はい、だから、まあ、外籍になれるっていうのはめちゃめちゃ大事っていうのは、まあ、これはあの法事合戦のね話でもしましたけどもその外籍から外れちゃうとね えー、権力なくなっちゃうからっていうね三浦が滅びたなんて話もありましたから足立氏にとってもその国時はね、えー、お母さん貴族の人なんですよだから国時が跡継いだらもう足立氏は全然もうその隕石関係なくなっちゃうんですよねも親戚じゃなくなっちゃうから自分の家からね、えー、このお母さんが出てる安い家が継いだ方がいいわけですよ足立氏にとってはだから足立氏は いやだってまだ国時ね幼いし国時さん幼いから安井さんがちゃんとやってでうちらがね外籍としてねやってた方がいいんじゃないのって、まあ、当然言うわけですねでも高時としてはいや弟じゃなくて自分の子供にやらせたいで、えー、しかもそのこの時ね高時とかね執権をサポートしていた長崎市っていうのがねいましてすごい力を持ってる長崎延期っていうのはね非常に有名ですけどね長崎延期ら長崎市っていうのがいいんですよこの長崎市っていうのはずーっと倒っていくとあのね え北条泰時の側近だった平良森綱がねえご先祖様なわけなんでございますけどもまあ、そういう由緒正しい絵ですかね長崎氏も力を持っててで長崎氏は高時が自分の子供に継がせたいって言ってるんだから足立でしゃばってくんなっつってね、えー、高時様が自分の子供に継がせたいって言ってるんだから国時様にやらせるべきだろうっていうふうに言ってここがバチバチに争ってしまいます。でどうなるなどうなるなってなった結果、まあ、本来なら国時にやらせたいんだけどまだ子供で無理だからじゃあもう別でとね。 国時、安時、どっちかにすると揉めるから、別でっていう、ね、別のところから人を引っ張ってきて、15代執権に就任させました。それが、えー、金沢貞明という人物です。誰金沢ってちょっと、法、え、上の執権の話ですよね。金沢さんって誰ですかってね。まあ、思った方もいるかもしれませんけど、私もね、最初、あんまこの時代に詳しくなかった時に、ここで金沢貞明ができてね、誰やねん金沢って、もう知らんよ、やめてよってね。法上以外の人出てくるのわけわかんないよって思ったんですが、この人も、えー、ちゃんと法上の人間ですね。 はい、以前出したあの、ねえー「北条義時の子供たちいろんな流派に分かれました」っていう解説動画出しましたけどその中でもちょろっと名前出ましたね、はい、あの金沢文庫のね、えー、金沢貞明っていう人が、まあ、北条の血を引いているし、まあそのね、幕府の中でも重きをなしていた人物なので、えー、とりあえず中継ぎで執権やってくださいと。で最終的には国時が育ったら国時に引き継ぐという形でこの金沢貞明さんを、えー、15代の執権にしました。というふうになって一見とりあえず一件楽じゃかなと。 思ったんですけども、ここでですね、なんとこの金沢さん、たった10日余りでですね、敷り辞めちゃうんですよね。もう無理ですと。辞めますっつって、ね。10日で辞めちゃうんですよ。早すぎない。10日で、え10日で辞めるのはいくらなんでも早すぎだろうとね。僕も今までね、アルバイトばっくれたことね、何回もありますけどね。10日で辞めたことなんて、あったかな <laughs> なんか一回、あ,あるな。一回だけ行ってもすぐ辞めちゃったとかあったけど、まあ、それぐらいのことですよ。やばいことですよ。ちょっと勘弁してよと。なんでその10日で辞めたのって話なんですけど、まあ、金沢貞明がとりあえずついたんだけど、まあ結局、 これ中継ぎで最終的にそのたは国時さんに継がせるよっていう話になっちゃってるから当然このね伊暴党と安家と足立氏は快く思わないわけですよね。っていやいやでも最終的にどうせ国時にするんでしょとあじゃあダメじゃんっていうことですごい不満があったらしくてじゃあやっちまうかみたいな感じでこの金沢貞昭がなぜか命狙われるっていうことがあったらしいんです。 実際に暗殺が実行されたわけじゃないですけど結構命狙われるやばいぞっていう噂が出ちゃったらしくてでこの金沢さんは怖すぎるっつねもう無理だよと言ってやめてしまいました。でここで執権不在の状態ができちゃうんですね。鎌倉幕他でさえも周り大変なのにゴタゴタも揉めて で執権になった人がねもう怖いからやめるっつってやめちゃって執権不在の状態ができてしまいまいすでそれから1か月間ぐらいで、ね、失権いなかったみたいなんですがまあそこからでもさすがに失権不在じゃまずいぞっていうことで,で別のところからね赤橋森時っっててて、ね、人をを呼んできて16代執権つけるとといいうことをやっていました,、はい、またねおね北条以外かよって思いましたけどこの赤橋さんもちゃんと北条のね流れ組んでますね、えー、極楽寺流とね、えー、連なってる人ですねだから北条義時の三男のね、まあ、重時の流派ですよねはいまあ北条の まあ文家の人がやってきてき16代に就任しましまたよと、まあ、でも当然足立氏たちからしたらいやー安家さんがやってくれた方がいいんだけどなっていうふうになっているので、まあ、不安定な状況には変わりがないと、まあ、とりあえず中継ぎでその場しのぎで失禁が決まっていくというような、まあ、かなり脆弱な状態でした。と、はい因のす周りがすごい大変な状態の中で幕府自身も盤石になれなかったっていうところがあったわけですね。 はい、でここでよく言われるのが、まあ、そもそもこの執権継承問題のね原因を作った高時14代の高時こいつが無能だったからじゃないのかってことは、ね、よく言われるわけですね。あの大河ドラマ「の太平記」でもねあの鶴太郎さんが演じてね、まあ、あの高時はちょっとね愛,愛らしさもちょっとありましたけどね <laughs> なんか愛くるしい感じもありましたけどまあちょっとなんかアングっぽく書かれてましたよね。 うん、こいつダメだなって感じが書かれてましたけども高時はね無能だったせいでこんな風になってしまったんだっていう北条、まあ、高時に鎌倉幕府滅亡の原因をねこう集約させちゃう話とかもよくあるんですけど、まあ、実際高時は無能だったかどうかって言われたら確かに無能だったかもしれません。ただそれは、まあ、高時のね本人の能力っていうよりやっぱり病弱だったっていうのがね大きかったなだと思います。もももしし高時が、ね、病がちででなななななけれればここんなことにもならかなかったかもしれないですね で高徳はその無能って言われるゆえにその伝学とかねあの刀剣とかね犬犬道を掌握する刀剣とかそういう遊びにハマりまくってたせいで、えー、こういったね無能だったんだなんてよく言われるんですけどもこの伝学にハマったりとかまあ刀剣にねハマ、えー、ったりとかもしたのもあの失脚の時はやってなかったみたいなんですよねうんあ太平記だとねその刀剣めちゃめちゃやっててであの足利高徳ね佐原宏之さんやってる足利高徳がねその 刀剣のところに呼ばれてなんか犬に噛まれてさ、恥ずかしめを受けるみたいな、そんなシーンがあったような気がするんですけども、実際は高時は自分が執権の時に田楽やったりとか、刀剣やったりとかして遊んでたわけじゃないらしくて、あくまで出家した後に遊んでたらしいんですよね。だからこれをえその攻めるのはまあ水死骸なんじゃないかっていうところですよね。やっぱ執権っていうのはすごい、もうね、この時代になってくるとすごい神聖な役職なんですよね。だから普通遊べないんですよ。遊んじゃダメって言われるんですよ。 でも出家したらそのねタガが外れますのでまあねそりゃね出家してから遊ぶぐらいね、まあ、出家してから遊ぶっていうのもさ そもそもその出家がね仏の道に入るっていうのに犬同士をさ殺し合わせる刀剣やってるのどうなのっていう、まあ、その問題はとりあえず置いといてとりあえず出家の時はできなかったからね出家して遊んじゃうっていうのはまあそこまで責めれることじゃないんじゃないかっていうふうに言われる方もいますよね。今で言うとさやっぱアイドルがさこう恋愛禁止じゃないですか基本的には。ね、恋愛禁止で最近もありましたよねあの恋愛禁止のね某アイドルグループのねアイドルさんがね実は俳優と交際してましたってねちょっと炎上しちゃうみたいなのありましたけども。 まあアイドルやってる時に恋愛してたらそれはみんな怒りますけどもじゃあアイドル引退しますって言ってねアイドルを引退して結婚したらまあそれはそこまで責めないじゃないですかねまあちょっと責める人もいるかもしれないけどね、うん、ジャニーズもねあのね嵐さんなんかはね、えー、活動休止しますってね言った途端にポン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 結婚しちゃったりとかありましたけどねあでもそれと似たようなところですよね、まあ、そこまで責めないですよねアイドルバリバリやってるぜっていう時に実は彼氏いますとか言ったらうわーってなりますけどあアイドルを引退しますって言った後に 結婚しままますすっっって言ったらら、まあちょっとは和らぎますよね、うん、確かにね俺らが応援した頃にも多分付き合ってたんだろうけどね、うん、それで結婚したんだろうけどねでもまあそこまでは怒らないよと夢見させてくれてありがとうってなりますよね大抵はまあ、絶対許せないって人もいるかもしれませんけどもまあそんな感じでね高時がその自分が出家した後とに失家をやめた後に。 殿学とか刀剣とかやってたことは、まあ許してやろうじゃないかっていうね。いうようなこともあったりするので、まあ、ちょっとこのね。北条高時は無能だったから、鎌倉幕府が滅びたよ。っていう論調は少しずつ変わってきてるんじゃないかなというようなね。感じがしました。さあ、これがですね鎌倉滅亡の第1幕ですねどれだけ鎌倉幕府がその滅びるまでね大変なことがあったのかというお話でございました。まあここまできたらね。 もうなんか後醍醐天皇とか足利尊氏が幕府ぶっ潰せとか言ってこなくても僕だったらもう鎌倉幕府解散っつってねあそれでもうなんか沖縄にでもね行ったりとかしたいですけどね <laughs> そんなそれぐらいやばい状況なんですがこのやばい状況の中で後醍醐天皇が立ち上がって、えー、それに従った人たちによってまあ幕府は滅ぼされていくということになります。さあ今回ね前半というふうにしましたので後半の方では具体的に後醍醐天皇が立ち上がってどのようにね幕府を滅ぼす戦を起こしたのかという話とねでその後どうなっていったのかという話を少しだけ したいいと思いま,すまあこれをね、えー、知ってまあ諸行無常というかねあの鎌倉幕府も。 ね、いつか滅びるんだよな。ということも知った上でですねえ。大河ドラマとかね。見ていくとね。面白いかもしれませんね。で、あの来年はね。どうする？家康っていう大河ドラマ家康が主人公でやりますけど、家康はですね。このね。鎌倉幕府の成り立ちとかね。それすごい勉強してたって言いますからまあ、当然幕府のね。この滅亡についても知ってたと思います。まあ、だからね。そういうことにならないようにって言って。まあ頑張ってね。江戸幕府を作っていったわけですから。まあすごい。この鎌倉幕府の成り立ちとね滅亡っていうのは日本史上を抑えておいた方がすごくいいことなんだと思うんですよね。 でも鎌倉幕府の成り立ちはね、散々鎌倉殿のね13人見ましたって人もね多いと思いますんで、えー、今回ね面白いと思っていただけたらぜひ後半も見て鎌倉幕府の最後を見届けていただきたいと思います面白いと思っていただけましたら高評価チャンネル登録もお願いいたしますそれではまたお会いしましょうさよばじゃ